それでは、メッセージの時に移ります。本日の聖書箇所は、公語訳新約聖書157ページ、ヨハネによる福音書第11章1節から6節です。この箇所より、宮下幸子先生がメッセージをしてくださいます。新約聖書157ページ、ヨハネによる福音書 第十一章、一節から六節です。それでは、聖書を読みいたします。さて、一人の病人がいた。ラザロといい、マリアとその姉妹、マルタの村、ベタニアの人であった。このマリアは、主に紅油を塗り、自分の髪の毛で、主の足を拭いた女であって、 病気であったのは彼女の兄弟ラザロであった。姉妹たちは人をイエスのもとに使わして、主よ、ただいまあなたが愛しておられる者が病気をしていますと言わせた。イエスはそれを聞いて言われた。この病気は死ぬほどのものではない。それは神の栄光のため、 また、神の子がそれによって栄光を受けるためのものである。イエスは、マルタとその姉妹とラザロとを愛しておられた。ラザロが病気であることを聞いてから、なお二日、そのおられたところに滞在された。一言お祈りさせていただきます。手の血なる神様。 この週の半ばの祈祷会に、お一人お一人を神様の御前に招いてくださってありがとうございます。どうぞ、神様が語られる今日では今日でなくてならない、その御言葉がお一人一人の例の目を開いて、自分のものにすることができますように、また、 御言葉を携えてきたこの者が清めて神様があなたが語らしめてくださることを信じて感謝して主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン皆さんこんばんこばはは前回はですね沈黙の祈り 人間が沈黙する。静まって私こそ神であることを知れと。私たちが一番にすることは、沈黙し、神の御声を聞くこと。それをメッセージさせていただきました。それを、それに対をなすように、今日は神の沈黙。祈っても祈っても、 神様からの応答がない。それが神様の沈黙であるとするならば、それはどうしてなのか。神の応答がないときこそ、神様がどのようなお方か知るとき、なぜ沈黙なのか。それは神様があなたを御心の 本流へと導いておられるのです。神様が沈黙されるのは、あなたがイエス様を信じ、神様と一つになり、新しい命へ生きるためです。もう一度申し上げます。神様が沈黙されるのは、あなたがイエス様を信じ、 神様と一つになり、新しい命へ生きるためです。今日は特に六節の御言葉から、ラザロが病気であることを聞いて,聞いてから、なお二日、そのおられたところに滞在された。この二日を沈黙と翻訳された 方がおられますがあなたはどのように思われますかこの神様の沈黙から今日は三つのことを学びます一つ目は神様の沈黙を通して神様がどういうお方なのかを知る二つ目は人間の沈黙を通して人間の本質が あぶり出される3つ目はイエス様を信じ神と一つになり新しい命へ生きるこの3つを学びたいと思います。1つ目神様の沈黙を通して神様がどういうお方なのか知る具体的に神様がどういうお方なのかを知る。 明確な言葉があります十一章の背景を見てみましょう。4節を見てください。この病気は死ぬほどのものではない。それは神の栄光のためまた神の子がそれによって栄光を受けるためのものである。 マルタとマリアの兄弟、ラザロが病気をしていました。死んでしまうほどの病気です。それに対して、先ほどのイエス様が言われた言葉、死ぬほどのものではないということは、その病気で死なないという意味ではありません。その病気は、 死ぬためにあるのではなくその目的は神の栄光のためにあるという意味ですそれは人間の生死の問題ではなくこの御言葉こそ自分に語られた神様からの言葉と信じ御言葉が一人一人の中に生きるためのものです さらに神様がどんなお方なのか知る御言葉が続きます。六節を見てください。イエス様はラザロが病気であることを聞いてからなお二日そのおられたところに滞在された。二日を神様の沈黙と翻訳すると 数字的なことではなく、神の時が来るまでの沈黙のことを言います。イエス様はラザロを助けるために急ぎませんでした。また、マルタとマリアを安心させるために急ぎませんでした。私たちがもしイエス様の立場であったとしたら、 ラザロが病床に伏せていたベタニアにすぐ駆けつけたい。そう思いますよね。けれどイエス様はそうしなかった。私たちは早く早くと思う。けれど、神の時と私たちの時とは違う。15節には、 そして私がそこに居合わせなかったことをあなた方のために喜ぶ。それはあなた方が信じるようになるためであると言われました。神様を信じるようになるための遅れであり、沈黙であることがわかります。私たちは 今の時、現在の時しか見ることができません。物事を初めから終わりまで見ることはできない。どうにもならない時代が起きればなおさらのことです。どんなことがあったとしても、すべては神の見心がなる。神の時を信じる。 ためのイエス様の沈黙です2つ目神様の沈黙を通して人間の本質があぶり出される私たち人間ってなかなか自分のことは分かっているようで分かっていないものではないでしょうか普通に生活しているときはいいんですけど 何かことが起こると神様を信じますと口で言いながら心は自分の思いにとらわれ神様を信じるなんてどっかに吹っ飛んでしまうそんな私なんですそして解決を願って悶々とする時間の中で自分の正体本当はきれい事を言っても 自分のことしか考えていない自己中心の本音が丸見えになります神様の沈黙ゆえに自分の本当の姿があぶり出されてくるのです11章には人間の本質があらわにされているところが随所に見えますマルタと マリアはイエス様と親しい関係にあり見言葉を聞いていました言葉としては分かっていましたしかしラザロを通してラザロの死を通して二十一節をご覧くださいマルタは主よもしあなたがここにいてくださったなら 私の兄弟は死ななかったでしょう。マリアも32節で同じことを言っています。一緒にいたユダヤ人たちも37節ではあの盲人の目を開けたこの人でもこの人でもと 言っているんですねラザロを死なせないようにはできなかったのかと言っています何か他人事のように聞いていますがいざ我が身に大変なことが起これば神様を信じる自分流の信仰はぶっ飛んでしまいます。これは人間が誰でも 持っている本質ではないでしょうか。これが人間の偽はざる裸の姿ではないでしょうか。ここの教会員でもある三十代の男性の菅さん今いらっしゃってるんですが、自閉症スペクトラムのほか三つの障害を持っています。この彼の人生は。 どうにもならなららいことだらけです彼の中に常にあるのは言い知れぬ不安話しても誰も分かってくれない怒り分かろうとしないで「大丈夫よ前向きにねこうしたらいいよ」なんて愛な言葉かけ。お母さんからは 存在するだだけでいいんだよどこからか借りてきた言葉を言われても表面的で「なんか違うな完全に違うなと思ったといいます。自分は何のために生まれ生きていることが分かんなくなって「神様教えてくれ」。 なぜ黙ってるんだと叫んでも神様は沈黙したままなんですこの息子に関わるお母さんも私の子供だもの私が何とかしなければと一生懸命息子に関わりましたしかし関われば関わるほど息子は動けなくなり引きこもってしまいました 先の見えない不安に駆られ必ず解決が先にあるとお母さん頑張りましたしかしどうすることもできなければどうにもならない動かし難い現実を突きつけられ崩れ落ちましたその時どうにもならないことって あるんだな諦めとどうしようもなさの前で初めて「神様」と口に出したと言います後にお母さんは自分方位の一生懸命さで関わり神様の御心を求める姿勢に欠けていたと言いますそれどころか自分の思いと 神様の思いの二心になってしまい待つことができない。二つを一つにするためにイエス様はなお二日そのところに滞在された。神様の沈黙は神の時を待つための沈黙なのです。 今までのことを復唱しますが神様の沈黙を通して1つ目は神様がどういうお方なのかを知る。神様は沈黙を通してあなたがイエス様を信じるようになるために導いておられる方です。二つ目は沈黙によって人間の逸わざる 裸の姿人間の本質があぶり出され、自分の本音があらわにされます。そして三つ目は、神様の沈黙によって、イエス様を信じ、神と一つになり、新しい命へ生きるものとなるためです。神様のベストタイミングは、 ラザロの死と復活において、神の時に栄光が表されました。四十節をご覧ください。もし信じるなら。神の栄光を見るであろうと。あなたに言ったではないか。 この見言葉からイエス様は信じるならとあなたに言われております。さらに四十一節では父よ、私の願いをお聞きくださったことを感謝します。あなたがいつでも私の願いを聞き入れてくださったことをよく知っています。しかし、 こう申しますのは、そばに立っている人々に、あなたが私を使わされたことを信じさせるためであります。この御言葉を通して、イエス様は父なる神と一つであることがわかります。しかし、イエス様と私たちには距離があります。四十三節に、 イエス様が大声で「ラザロ出てきなさい」と呼ばわれラザロは出てきました死んでいた者が生き返る復活の命それによってラザロと周囲の者たちがイエス様を信じ神と一つになりましたそして新しい命へ 生きるもののとなったのですもう一度申し上げますが神様の沈黙を通して私たちは3つのことを知りました神様の沈黙を通して1つ目は神様がどういうお方なのかを知る神様は沈黙を通してあなたがイエス様を信じるように なるために導いておられます2つ目は沈黙によって人間の偽ざる裸の姿人間の本質があぶり出され自分の本音があらわにされますそして3つ目は神様の沈黙によってイエス様を信じ神様と一つになり 新しい命へ生きるためです2000年前のこの出来事が今私たちの生活の現場で体験することができます神様の沈黙を体験している仲間たちの集いを月に1回持っております通称 弱さだらけの仲間たちという名前なんです名前の通り弱さだらけなんです常に不安で敏感すぎるゆえの生きづらさを抱え諦めにも近い人生を歩んできた人たちですかか彼らの抱える弱さとは頑張る自分と 頑張れない自分が対立してぶつかり合った結果解決できると思っていたことが全くできずに無力感を味わった仲間たちです。彼らは神様に「この弱さを何とかしてください」「願わくは取ってください」「つらくてつらくてどうしようもないのです」 とのたうち回りながらどれだけ祈ったことでしょうかしかし神様は何も答えてくれません沈黙したままなのですどれだけの月日を祈っても願い彼らの願いは聞き届けてくれません 先ほどの自閉症スペクトラムの障害を持つカンさんは長い間葛藤があり自分のよりどころを見つけようとしていましたしかしなかなか見つか,ま見つかりません何もできなくなり死んだ状態になった時不思議に心だけは動いている 命の鼓動を感じました。ある時苦しんでいる自分に対してこの自分こそ本当の自分ありのままの存在として丸ごと抱きしめることにしました。そして気づいたのは自分が抱きしめる前に丸ごとると 抱きしめていてくれたのはイエス様であって安らいでいる自分がいるこのことがスーッと自分の中に入ってきて求めてきた安心感や温かさは存在の中心にイエス様がおられましたそれは寛さんばかりではなく集っている 仲間たちも同じでした。彼らは悶々とする中で裸の自分があぶり出され、とても人に言えない、見せられない自分の汚れと格闘し、自分の中心に自分が居座っている罪を知ります。イエス様の沈黙と弱さだれっけの惨めな裸の自分、 その自分が出会う時イエス様にすがる道しかないこのことを知りますこのイエス様を信じてみようその愛に包まれて彼らは復活体験をしました神様は長い沈黙の時をかけて 見えない形でより深い神の愛を存在に向けて温めておられました弱さだらけの仲間たちは存在が温められそれを土台として互いが共感しその部分を大事にしてつながっている大丈夫を持っています大丈夫は神様からの 大丈夫です。それが存在のよりどころなんです。ラザロのように死んでいたものが生き返り復活した。それは彼らそのものです。新しい命は新しい命の言葉を語ります。毎月その仲間のところにゲストが集まってきます。 問題の解決を願ってきてるんですがゲストの方がドアを開け入ってきた瞬間「えこの人たちで大丈夫なの?と」と、ね、え思うわけです。ねに 問題を解決してあげた方がいいんじゃないのなんていう顔をするんですしかしですねこのゲストの方が語り始めるとですねだんだんと顔が変わってくるんですよそして話しているうちにその問題の解決以上に弱さだらけの 仲間たちから発せられる命の言葉神様のぬくもりの大丈夫が伝わり涙して心がほっとして笑顔に変えられるのですまさにその場に集われた一人一人が復活体験をするのです皆さんも祈っても答えられない時があると思います 神様が沈黙されるのはあなたがイエス様を信じるようになるためです。神様は愛の方、清い方です。人間は神の沈黙によって人間の醜さ、愚かさ、汚れがあぶり出され、いかに罪人であるかを知ります。天と 血のように全く相反するものが出会う時復活体験が起こるのですそれはイエス様が愛の方清い方にもかかわらず人間となってこの地上に来られたゆえ両方の立場を知っておられる方ですそのイエス様が私たち 人間にはどうすることもできない、その罪を丸ごと引き受けてくださり、十字架にかかってくださいました。その十字架のイエス様を信じるとき、すべての人が復活体験をするのです。神様が沈黙されるのは、あなたが イエス様を信じ神様と一つになり新しい命へ生きるためですもう一度申し上げます神様が沈黙されるのはあなたがイエス様を信じ神様と一つになり新しい命へ生きるためです 一言お祈りさせていただきます。天の父なる神様、今日与えられた御言葉、その御言葉を通して神様が沈黙されるのは、そのあゆえに、私たちに、イエス様を信じる。 ことの大切さを解き明かしてくださいましたイエス様があなたは私を信じるかと言われています私たちはイエス様の前で今お一人お一人が応答の祈りを 捧げておりますどうぞ神様その祈りに応えてあなたが神様の祝福大いなる御技を体験しますから感謝します。この祈りをイエス・キリストの皆によって感謝します。感謝して お祈りを捧げますではそれではしばらくの間応答のお祈りをしてまいりましょう。